久保さん今回、中村勘九郎にしましょうか、歌舞伎役者さん型をしっかりし。型をしっかり覚えた後に型破りになれると。型をしっかり覚えた後に型破りになれると。素晴らしいですね <laughs>。最初はね、やっぱ、真似から入るんですよね。学ぶっていうのは真似から入って、まあ、型っていうのをね。例えば、イチロー選手。 イチロー選手が打率なんぼで、まあ、メジャーリーグで活躍しましたけど、イチロー選手がバットをね、こういうふうに振ってたら、その打率は出せましたかこういうふうに振ってたら。<laughs> いや、こうやって振り出すっていうね。当たんないですよね、多分ね。まあ、極端ですけど、わかりやすく言うとね。いや、俺はこういう振り方なんだと。いや、これでこっちの球、えぇ、ー、みたいな話ですよね。<laughs> だから、最初はやっぱね、 あの真似てしっかり型を覚えるっていうのが本当大事かなと思いますねまあ僕もそうですからねうんまあもし最初から型破りなことができて成功できるんだったらそれはまあ天才一部の人なんじゃないかなと思います一般の人はまず型を覚えてでそれからまああのアレンジしていくとだからあの千利休の千利休の何だっけな 千のりも同じようなこと言ってるんですよね、確か。千のり名言。千のりき千のりだったかなうん。千のりじゃなかったかなうん。な、何の言葉だったかなうん。千のりじゃなかったかな ちょっとあの名言忘れましたけども、うん、うん、なんだっけな、千乗り級じゃなかったかな。まあ、とりあえず、あの、真似から入るってことですね。うーん、まあ、とりあえずやってみて、型を覚えるっていうことは大事じゃないですかね。でも、なんでこの話したかっていうと、まあ、多くの人がね、素直にやってみないんですよ。 なんかそのぶっちゃけ言うと型を教えてるんだけど型破りのことを言い出すっていうね <laughs> ほんまにやってから言えよって話なんだけどねやってないからやってないけどなんかあのなんか言うんですよね <laughs> まずやってみるってことが大事ですねいってらっしゃい。